こんばんは、しげもんです。どうも。梅小路ジオラマ計画ということでジオラマ作ってますけど、線形ことレイアウトボードの方はほとんどできてきたんで、残るはこの転写台ですね。転写台で、これはこの動画シリーズの一番最初に開封したピコのターンテーブルですね。で、今ここには、ベース部分はレイアウトボードに埋め込んじゃったんで桁の部分しかないですが、これを加工というかディテールアップしていこうと思ってます。で、転写台には既製品に他にいろいろありますけど、なぜこれを選んだのかというのは多分前に話したと思います。多分。で、これは通電もできるし、電動化もすることができると。で、あとはね、この加藤のリニューアル機関車、よいしょ、これを乗せた時にも、まあ、そんなにバランスが悪くなく機関車がちっちゃく見えるということはあんまりないかな。まあ、スケールはちょっとでかいんですけどね。まあ、今回僕がやってるような工作みたいに機関庫を全て作るみたいなね、フルスクラッチにはまあ向いてる転写台じゃないのかなと思います。で、今回はこの転写台をディティールアップしていくんですけど、もうあんまり力を入れずに、割り切るところは割り切って梅麹っぽくするっていうのをもう念頭に置いておきます。まあ、それはこだわり出すとキリがないっていうのと、あとはどう考えてもデフォルメしきれない部分があるんで、まあ、そこは深掘りするよりかはとりあえず完成を急ごうかなっていう感じかな。ちゃちゃっと加工して完成させたい。それでは、いつも通り前置きが長くなってるんで早速工作していこう。ほい。まあ、やることはここ、見えるかな、このね、天板の表面部分に木目調のモールドが入ってるんですよね。木のモールドが入ってるんで、それを全て削り落として、あとは、まあ、細かいディティールアップ、それをしていこうかなと思ってます。じゃあまずこの分解していきましょう。せっかく組み立てたけど分解するよ。手すりパーツを外して、で、この手すりもできれば流用したいんですよね。もう一回ここにつけて使いたいよ。で、レール部分も外そう。せっかく作ったけども一度分解すると。で、レールもこのように外しておきます。よいしょ。で、こっちのパーツは1枚もんなんですね。ね。で、桁部分もとりあえず外しておこうか。で、細かい通電用のね、真鍮パーツがはまってるんで、これはなくさないようにします。よしよし、分解は今でいいか。あとはこの表面のモールドをざっくりと削っていこう。よし、じゃあどうやって削ろう。まあ、あらかたこの凸モールドをナイフで削って、で、ヤスリがけかな、簡単に削れると思う。やっていこう。あ、ペーパーかける方が早いかも。240のペーパーを今当ててます。あ、もうこっちでザーッと行く方が早そうやな。あ、でも長いこと工作やってきて、まあ、今もねこの動画シリーズ続いてますけど、あとこの転写台で大まかな部分は終わるんで楽しみですね。あとはね、あの電動化に関してもいろいろ考えてることがあるんで、それも動画にしていけたらと思ってます。よし、とりあえず表面の木目調のモールドは落ちたかな。で、この真ん中の部分、ここはね、ディティール追加したいんで、一回削り取りたいんですよね。できるかな？よし、ちょっとマスキングをして、この中の渡り板の部分だけを削っていこう。高さをちょっと下げたいんですよね。うまくいくかな？全部もぎ取って、プラ板で付け足すっていう手もあるんですけど、これでちょっとコシコシいってみよう。はい、コスコスし終えましたね。一応表面削り取りました。こんな感じ。見えるかな？モールドは消えてますね。あ、比較用で取っときゃよかったな。これも見えにくいんですけど、中央のこの渡り板というか真ん中ね、レールの中央部分、ここだけ上から 0.5 ミリほど削りましたね。だから、この左右とこの中央部分は高さが今違います。こっちの方が 0.5 ぐらい低くなってると。で、この中央部分はちょっとディティール追加したいんで、その分だけ下げたという感じですね。これで多分車両と干渉することはなさそう。一回レールはめてみよう。はい、レールも問題なく入る。あ、レールはめると中央がだいぶ下がったの分かるな。あ、いい感じいい感じ。ちょっと手すりも一回つけてみよう。でね、この手すりも真鍮に変えたいんですけど、ちょっと今回の工作ではこのまま行くと思う。後々真鍮線に変えたいな。あ、いいんじゃないですかね。よし。じゃあ、あとはディティールを追加していこう。はい、追加の工作は、プラ板を切って、貼り重ねたり、付け足したりするだけですね。そんなに細かいディティールまでは追求しないです。
とりあえず切り出して接着していこう。はい、とりあえずパーツを付け足していってますね。こんな感じで、この手すり部分は一部カットしました。で、この取り付けの穴ですけど、ここも端っこだけパテ埋めしましたね。こんな感じで、手すりに関してはこのチョボと穴がついてますけど、チョボを削り取って少し穴よりも外側に設置し直そうかなと思ってますね。ここからもうちょっとディティールを追加していきます。はい、真鍮線でパイピングを施しました。まあ、適当なんですけどね、なんちゃってパイピング。まあ、このパイピングは何かというと、あの転車台をロックするための装置ですね。ここにこの、なんて言うんでしょう、レバー、これも適当に作りましたけど、これをガチャッとやるとここの連結棒が動いて、で前回渡り板のところにつけたロック部分にカチャッとはまると、まあ、実物はね、模型ではさすがにそこまでいかないですけど、実物はそうなるっていうことですね。はい、あとはここにはしごじゃない、柵パーツがあるんで、これを取り付けるんですけど、さっき言ったかな、この穴にはまるチョボを削って、元の位置よりも1ミリほど外側に柵を移設しますね。外側に柵をつけるっていうことですね。それをやっていきます。はい、柵パーツ取り付けましたね。だいたい1ミリほど外側にずらしましたね。1ミリほど外側にずらしました。こんな感じで、この柵の縦方向の柱の数は実物よりも多いですね。うん、だから完全再現ではないですけど、それっぽくしてます。で、続いてはこの転車台につく櫓のパーツなんですけど、ここはちょっといろいろ考えたんですけど、最終的にこの加藤の転車台に付属している櫓、これを加工して使うことにしました。 3D で出してもよかったんですけど、 3D だとちょっと強度的に弱いと、あとレーザーで切り抜いてこのように折り曲げて使ってもよかったんですが、それだとちょっとアップで見た時にグニャグニャ感が出るかなと思って、今回はこれ使ってみます。ちょっともったいないけどね。まあ、このまま直接つけてもいいんですけど、それやと、サイズがだいぶ大きいんで、足を切り詰めてうまいこと接着します。それで大体の加工終わりかな。じゃあ行ってみよう。はい、矢倉パーツの足をこのように切り詰めましたね。だいたい7ミリぐらい切り詰めました。これで SL と矢倉の車高が合うかな。はい、転車台に SL を乗せて、その上に矢倉を置いてみました。こんな感じ。うん、まあ、色塗ってないですけど、なんか雰囲気を出てますね。機関車が特別ちっちゃく見えるっていう感じもないと思う。あとこの矢倉も多分高さ的にいい感じかな。あれやね、カットする前の比較動画を撮っとけばよかった。でもいいと思う。ただ加藤の旧スケールの SL 乗せるとちょっときついかも。うん、であとは転車台に引っ付けるんですけど、この矢倉と転車台の隙間にプラバンかなんかを埋めて、うまいこと接着しよう。はい、加工を進めまして、こんな感じになりました。この転車台の下側にプラバンで土台を作りましたね。この上にこの足をカットした矢倉をこうやね乗っける形で接着するんですけど、このこいつの素材は接着剤効かないんで、塗装した後に木工用ボンドでここにちょんとつけようと思います。なかなか乗れへんぞ。よいしょ。はい、加藤の C62 を乗せるとこんな感じ。やっぱ矢倉がつくと転車台感が急に出るな。こんな感じ、いい感じで、あとはこっち側、こっちね、ここに、操作室がつくんですけど、そこだけ 3D プリンターで出力したものを使います。はい、そして操作室の部分がこちらよ。はい、これは 3D でモデリングして、DMM で出力してもらいましたね。こんな感じ、こういう向きで多分造形されたんですね。だから上側にサポートがついて白くなってますけど、まあ、ここ表面処理して、でこれと一緒に塗装しちゃいたいと思います。よし、塗装が終われば完成なんで、ざっと色を塗っていきます。はい、塗装終わりました。こんな感じになりましたね。ちょっとグリーンは暗めになりました。というか手持ちの塗料がなかったね。寄って見てみよう。まずこちらが転車台、こうですね。全体はグリーンで塗りました。グリーンですけど下地に黒を拭いたんで、ちょっと色が濃くなった。あと見えるかな、ここハンドルの部分と
ロックの部分、ここには色を入れてます。こっちもね、こんな感じ。まあ見えにくいけどな。で、桁部分はこんな感じ。こっちも同じグリーンで塗りました。で、矢倉部分もこんな感じで、この素材は結構色がのりにくいんで、プライマーを塗ってから下地を拭いて、でグリーンを拭きましたね。あと操作室も同じようにグリーンを拭きました。で、見えるかな、裏側に透明プラ板を接着して窓ガラスっぽくしましたね。はい、手汚れとんな。とりあえずこれで、まあ、パーツは揃ったということですね。あとは木工用ボンドでそれぞれのパーツを引っ付けていこう。あ、ほんで、あと塗装した後にこのウェザリングカラーのホワイトを使って、このエッジ部分に白を入れてますね。これちょっとメリハリがついたかな。映像やったらあんま分かりにくいですけどね。うん、よし、組み立てていこう。はい、ついたついた。ちょっと乾燥させる必要あるけどね。あ、でもいいね、雰囲気いいかも。で、この桁がねつくことでだいぶ、厚底に見えるんですけど、梅麹の転写台ってこういう感じなんですよね。よし、じゃあちょっとこれで乾燥させよう。はい、というわけで一応完成しました。ピコのターンテーブルを梅麹っぽくしたやつですね。こんな感じで、今 C62 が乗ってますけど、どうでしょう、 C62 がそんなにちっちゃく見えないですよね。うん。で、この色ちょっと暗くしすぎたかなと思ったんですけど、そんなに違和感ないかな。うん。じゃあ最後にこれをジオラマにちょっとはめて見てみよう。はい、こんな感じですね。おお、いいね。今までね、線形庫の中央部分がずっと未加工やったんで、これでぐっと完成に近づいたかな。てか、もう完成でいいとは思うんですけどね。はい、というわけで今回は、ピコのターンテーブルをディティールアップして梅麹っぽくしてみたよという話でした。次回からはこの転写台をいよいよ回転させるためにいろいろ試行錯誤しましたので、そちらの動画も見ていただけたらと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録とこれまでのジオラマ工作動画見れますので、ぜひ登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではさいなら。